何か弾いてよ田中ちゃん。いつもお世話になっております。田中ちゃんでございます。いや、今回、この曲弾いてましたらね、まあ、練習してて、お袋にね、母にね、聴かせる機会があったもんですから、ちょっと聴いてもらったら、いや、なんか、今のメロディー違うよとか、なんか言うんです。そうかいつって、楽譜見ても、いや、楽譜通り弾いたけどね、って言うと、いや、でもなんか変だよ、って言うから、そうかいつって、でももう一回ちゃんと音楽聴いてみたら、あ、確かに、母の言う通り、楽譜が間違ってたんですね。え、あ、これはどうも失礼しました、つって。いや、まあ、
ね、これから、ね、この曲演奏するたびに、まあ、そんな、おふくろとのちょっとしたエピソードがね、なんか思い浮かぶのかなと思って。なんか、悪くはねえなと思うんですけど、それで今回ちょっと、皆さんにお願いがございまして、こうして、喋っとるんですけども。ぜひね、歌に関する思い出、だってなんかエピソードというか、なんかありましたらね、ぜひコメント欄で、書いてもらいたいんですよ。いやもう、ほんの、ちょっとしたことで構わないんですよ。例えば、この間いただいたコメントだとね、父が、もうカラオケで必ず歌う、歌でしたとか、なんかそんなようなコメントとかね。あ、カラオケの18番でしたかな。はい。だったり、あとは、カビさんが好きだった曲だよ、なんてコメントとかね、昔ありましたけど。なんかね、ほんのちょっとしたことで構わないんですけど、なんか、そういうのがあるとね、なんかね、グッとくるんですよね。まあ、コメントをいただくだけでね、もう基本的に本当嬉しいんですけど、さらになんか思い出話がついてるとね、なんかさらにね、いいなと思って。あ、まあ、そんなわけでぜひなんか、そんなのがあったら、教えてください。で、皆さんもそんなコメント読んだら、多分面白いと思うんでね、読んでぜひ、そのグッドボタンとか押してあげてください。私の演奏にもぜひグッドボタンをお願いします。あとチャンネル登録ね。一つよろしくお願いします。まあそんなわけでまた次の動画で会いましょう。どうも、ありがとうございました。何か弾いてよ、田中ちゃん。